はい、それでは続きやってまいりましょう。ただいまですね、能力の方、技能ですね。はい、これいつ見ても壮観ですね。これを全部つけるんです。全部、これ全部3にしたらどうなんだろう。全部3にして1個ずつ確かめていきますか、威力を。もうちょっとあれですけどね、かなりの時間かかりますよね、それはね。ちょっとそこまでやるまでもないから、次のシリーズに行った方がいいかなって気もしないでもないですけども、大体ですけども、ちょっとコツは分かってきました。まずですね、同じ都市にいること、できるだけ能力が高くて、こうやっていろんな技能を持ってる人、この、まあ、劉備みたいな人が いればもうめちゃくちゃいいですよね。持ってる人がいて、そうすれば宴会ができる。宴会で親密を上げる。で、会話するなりして、効率よく親密を上げて、心得を得る。あとは、1000人とかと仲良くなってると突発イベントでもらえる。っていうとこですかね。で、デイコーが前回出てきましたけど、デイコーは、対象の忠誠度を15下げる。これね、私ね、ひらめきましたよ。これ、めっちゃいいです。デイコーめっちゃ使えます。例えば、甲虫とかがここら辺にいるわけですよ。甲虫15下げちゃう。甲虫もかなり仲がいいです。敬愛以上ですね。こういった武将抜けるわけです。あとは、ね、張飛、関羽もそうですね。悪評、だって、多分デイコー 100% じゃないですか？違いますかね？あれ 100% だったら、抜けちゃうわけですよ。もう85だったら抜けちゃいますから、このゲーム。これで一気にですね、私ゴールまで行こうかなと思っております。で、またですね、力を蓄えて長安に攻め込もうと思っております。さあ、今回どこまで行くでしょう。張り切ってまいりましょう。さあ、ついにこの時来ました。希望15溜まって希望1。ちなみに希望は戦法実行時に知力が上昇。いいことずくめ。あ、初めての総国関水と急に来ましたね。何も季節変わりで急に。まあ勢力のライバル関係というか、険悪な勢力なので。報告します。急に来ましたね。朝廷の使者が来ました。収穫です。かしこまりました。は、修正はしてませんけど、収穫ですね。やりました。いいぞ。収穫になると何があるでしょうか。数士とともに、外で星空。これ青缶じゃねえか、お前。やめろよ、お前。やめろよ、おい。え、子供が見てるだろう。おー、やった。激流強化。これは3になってくれたの嬉しい。25もかかるもん。さあ、竜禅、また現れましたよ。全然大きくなりませんね。もちろんだ、白珍。長男だから白がつくんですよ。本を読む、剣だな。やっぱ武力上げてほしい。よし。面白いように、武力が上がるな、お前。さあ、来ました。鮭ボーイ。鮭ボーイ伝授。何が出るかな？はい。まず、詳細。治療、あ、治療さん！やったぜ、治療さん。治療さんがどれくらいの威力か。2では3500でした。3500でも、べらぼうに高いですけど、3だとどれくらい回復するんでしょうね。見たいですね。おっと、子供イベント。この子も大きくなったものだな。この際のほどどう見ているだろうか。はい。竜禅様は人を引きつけることに優れた。魅力だけ？おい、それじゃ本当に竜禅じゃないか。三国志じゃないだろうな。一方、祭りごとに関わることにはそれほど。政治を顧みないじゃない。それ竜禅じゃないか。ダメだろ、そんなの。もう捨ててこい、これ。ダメだ。そしたら奥方がいなくなってしまう。おっと。本を見つけたスーシー。なんていう内助の子だ。何にも書いてねえだと？なんだその本。
どういうことなんだ。まあまあまあいいでしょう。おっと柴木先生来ました。いっぱいもらえる。軍略5、感染1、補助1、死亡5。いいね柴木先生、青ポッチつきました。またあげられますね。希望レベル2。いや、レベル2とかじゃない。一個ずつ欲しいんだけど、やっぱりなかなかうまくいかない。やっぱ何かが、ここ、希望のところ、希望ですからね。絶戦とこの、一騎打ちのところは、やっぱ上がっていきますね、勝手に。これは、もうあと40個でしょ？時間の問題ですね、これ。これが、まず、一番に上がっていくんですね。そういうゲーム性だ。ハクチン、話は聞いたぞ。服をめちゃくちゃにしたの。お前、ドスケベだろ。服をめちゃくちゃにしたのか。女子の。なんてことするんだ、お前。お前、世が世なら、お前。セクハラだぞ、お前。痴漢だぞ、それ。セクハラはいかんな。その、お金を払って、そういうことはするんだよ。ダメだな。言い分を聞いてろ。まあまあまあ、言い分を聞いてろ。父上ごめんなさい。実はね、あのね、実はね。言い訳すんな！ああ、知力、この野郎。口先で生きるようなやつになってしまった。まあ、バランスも大事。はい、ついに来ました。車がかり、取ります。やっと来ましたね。ここは本当にやっとって感じですね。まあ、でも、今んとこね、弓兵でやっておりますけどね。ヤランはどうなんだろう。広範囲攻撃。武力差の確率で強行状態。全部同じなんですかね。一応同じなのか。兵科が違うだけで内容は同じ。なんかこれ変えた方が面白かったんじゃないかななんてちょっと思いますけどね。強行状態になる。まあこれでもなんか増えそうですけどね。なんかね。あとあと。さてさて、攻めましょう。ついに長安攻める時が来ました。今、連合状態ですね。反董卓連合で、みんなで董卓攻めてます。もちろん我々関係ない。攻めません。ここで、減ってきた長安、なぜかというか多分輸送を入れたんでしょうね。ここら辺取るので。なので、我々は長安を攻めて、西北制覇。気持ちよくやりたいところ。後が怖いですけどね。そんな先のことなんて考えないんですよ。全力で攻める。全力で守る。オールコートマンツーマン。ゾーンプレス。さあ行くぞ。マンツーマンって言ったのにゾーンプレスになっちゃった。はい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 。なるほどね。こんな感じで行きましょうと。あ、ダメです。あ、ダメです。土兵が入ったんですよ。だから土兵防御が低い。さらに。しかも金がかかる。まあ、でも10なんて大したことないですね。18,000×10 だったら嫌ですけどね。で、呂布は軽騎兵。趙も軽騎兵。顔料もそう。伝与が弓。はい。伝与が弓。ただね、種類持ってないんですよね。で、細胞も弓そこそこ持ってますけど、騎兵いっぱい持ってるな。なんでこれ細胞なの？まあ、激流妖撃、使わないだろう。いや、激流あるか。異水とかあるか。これは、文集じゃなくて顔料の方がいいってことなんですかね。あ、そうか。文集、全然これ、戦法がないからってことですかね。で、細胞をつけると知力補正かなり上がります。はい。結構増えましたね。これでも知力51か。副将ガンガンつけてあげて、ちょっとバカが多いですね。困りましたね。はい。では、ちょっと持ってきすぎな気がするんですけど、7対5。大将は竜隊。いけるでしょう。その後の天水がどうなるかですけども。
民のため、まあ、ちょっと輸送とか入れつつ剣を振るうを躊躇せずですね。輸送ってでも次のターンじゃない？大丈夫？軍議を始めご検討いただければ。はい、策略は相も変わらずこんな感じ。これ使った方がいいですかね、これ三日混乱。はい、そういうことにしまして、で全体図としては副兵2人ここに入れて、あんまり意味ない気がするな。でもそれ絶対この周りにいますよ、僕が思うに。森か、森マップか。敵援軍情報、4日後増援、多分大した数じゃないと思います。さあ回戦しましょう。回戦どうなるか。さあ行くぞ。敵が見えるか見えないかですね。あっちに罠見えました。予報戦の戦を見よう。伏兵のまま動けるんだ。いざ行かん。森の中なら伏兵か。前進。森だから見えませんね。急げ。参ろうか。行くぞ。伏兵のままこの敵の視界外から待て。かけよ。見つけちゃえばいいんだこれ。全軍震え。超支流共にやかけよ。さあ見つけました。敵を見定めねば。動くかな。報告します。動きませんね。前へ。さあこれはコップ。みんな大事ないか。もう一人見つけた。補助戦法を10回実行し、あ、そんなのあるんですね。ヒア法政4900。わあ、一撃切るか。素晴らしい。よし、これ迂回して城の前行きましょう。あと25000。さあ一体出てきました。言わせかけよ。ここは行きましょうか。先鋒呂布は先鋒をかけるだけで強い。車係はまだだ。吸収かましてやる。我が一撃天下無双。天下無双の受けられない。めっちゃ強い。してやられたか。かけよ。さあ一撃離脱。見せてやる。策略行動不可にしましょうか。よろしいですか。いいぞ。大軍師っていうのが出た。体系を持って戦局を変えん。みんな落ち着いて。止まりました。あ、こっちか。あ、こっちはこっちでいいや。こっちはかかるかと思ったら劉備の範囲か。はいはいはい。劉備の聖車結構減らしそう。威力ながら火星超支流4連一気に来ました。4000減らす。共に行こう。わあ強い。呂布今いくつダメージ出ました。合わせて9000ぐらいかな今の連撃。精神ここ一気にやっていきましょう。潰した。共に行こう。完成。愚かな。え、あ、そっか、総国だ。総国に勝つといいことあるんですよね。戦意低下。この手で4部隊10低下。劉備隊は30で両来両来でさらに低下。もうスカスカじゃないですか。さあ劉備のなんか範囲攻撃で一気に殲滅したいですね。乱射これでいいんじゃないですか。範囲加勢する。よし、弓兵戦法10回で心得いただきました。ありがとうございます。どうしてくれよ。道を突撃せよ。さあ、あとはこの竜隊と正規軍2人ですね。これを中心にやっていけばいい。さあ行った。連携だ。さあ出しますよ。呂布の車係。
これで決まるんじゃないですか。一部隊撃破。その思い上がりとか勝てるわけねえだろうよバカ我が部。あ、これは見なくてもよかったですね。まあこれ2撃で終わるでしょ大体。あ、3、4、5出ちゃってる。もうこれで終わりだ。お疲れ様です。予算お疲れ様です。水曜消える。これ壊滅ですか。みんな落ち着いて。あ、戦意低下で済んだんだ。なるほど。そんな、もう強行状態になってますね。ブルブルです。いいだろう。飛ぶが如く。先方連撃で決まるんじゃないでしょうか。共に撃破。さあなんとかですね、長安占領。これで乱世の終わりに西北制覇。乱世の終わりに銀河の歴史にまた一歩みたいな。どんだけ光栄テクモのね、人たちはね、銀エーデンが好きかっていう話なんですよ。このセリフ。本当に。ちょっといい加減にした方がいいですよ。悪ノリになってますよ、もう。私はちょっと釘刺しましたよ。ゴフはダメだろうけど。感謝の極み。あ、間違えて解放しちゃった。まあまあまあ、これで恩を売っとけば。そんなことないか。顔料が1位。おお。頑張りましたね、顔料。副将でね、治癒持たしたんですよね、顔料。あれが良かったのかな ?3500 回復とかさしてて。ちょっと地方エンディング一回見ますね。じゃあ。あ、すごい14と同じ感じ。お見事です。はいはいはい。うっふん。地方エンディング見ましょう。歌とか流れます？歌流れだったら飛ばさないといけないですね。まあ、カットすればいいんですけど、これ。劉備様、西北の覇者だ。わーい。西北統一が叶いました。まあ、地方制覇、あ、歌やん。ちょっと待って。歌聞きたい。ちょっと歌聞きたいけどカットしますね。歌じゃなかったですね。はい。歌じゃなかったし、普通のエンドロールに、アレンジした BGM。英雄集結がプレイ可能、なりました。あざまーす。はい。じゃあ、ロードして戻りますね。さてさて、威風がついに最大になってしまいました。これ、軍事経験入りすぎですね、心得。軍事心得入りすぎの件について、これ。これはまあ、長くやってりゃ行くんでしょうね。誰でも。集めようと思わなくても。まあ、あと希望があと40までなんで、あと35。これでまたカンスト。といった状況でございます。あ、すごい優秀、これ、輸送が。天水ペッコペコになったのに、一気に満帆にしてくれました。すごい優秀、これ。これ40の時はね、14の時は、もう、ちょっとずつしか入れてくれなかったんですよ。これすごい優秀ですね、この機能。さて、私はですね、次の計画、入ろうと思います。義兄弟の関羽徴費をですね、回収したいですね。やはり、ここ回収しないとちょっと、効率悪い。あと、長宝ですね、長宝もちょっと回収したい。長宝どこいるんだろう。まあ、おいおい探しますけど、まず関羽徴費ですね。これ、義兄弟なんで、なんとか、下げられれば、まあ、徴費なんかもしかしたら利感が効くかもしれないですし、まあまあまあ、とにかく行きましょう。公孫さんを攻め滅ぼすのです。それに当たってですね、皇庫の憂いを断つべく、総国なんですけども、関西軍同盟したいんですよね。我が軍に嫌っている相手がいるとか。あ、これ絶対無理なやつや。これ万に一つも無理なやつや。ただ一応、あ、ダメだ。失敗時は、
どうなんだろう。金マックスとか、ダメか。そういう問題じゃない。そういう問題じゃないですね。やり直してもダメって感じですね。名品。名品どうですか？価値20ぐらい。今はなすべきではないと存じます。あ、これ絶対無理や。価値40。ダメ。絶対ダメだ。最悪だな、総国って。打ち滅ぼすしかないな。まあまあまあ。行きましょう。もう、前に向かって進みましょう。出陣だ。いや、ちょっと待って。技術ポイントが残ってる。はい、ここから出陣。行きましょう。ここは効能ですね。落葉の隣、エンターンがいます。5万4000。援軍もね、どっさり来るでしょうね。さあ、どれだけ、あ！関がある！道館だ！やばい！道館抜けられない！やばい！兵器持ってない！軍議を始めよう。よし！初見、大丈夫かこれ。え？これはやばいやろ。まあ、覚悟撃破ですかね。そんな感じで行くしかないですね。いざ開戦。平にさあ行きましょう。敵の数はもう見えてます。3部隊かな。罠も見えた。まずはですね、この2部隊、呂布の連撃、天下無双。うぅ、すげえ強え。そんな、今だって連携してなかったよ。飛ぶがごとく、めっちゃ強。報告します。おっと、1部隊出てきましたね。あと3万5000。さあ来た、トウタクがやってきた。今こそ攻撃。援軍でけ、援軍でけ。8万になった。予報戦の戦を見よ。ちょっとでかいな。さて、飛ぶがごとく。さあ行きますよ。呂布の車係、トウタクに炸裂していく。共に行こう。趙雲の突撃、1部隊は行けそうですね。共に行こう。行け。いやー、でもこれ兵数持ってるか持ってないかでだいぶ違いますね。これ董卓めちゃめちゃ強い。核か壊滅ですね。読み切れなんだが、退却か。どうしてくれよ。道を開け。あと董卓3500、これをやっちゃえば正規軍だけなんで。共に行こう。あと681。道を開け。よし、連携からの董卓撃破。早かったですね、割と。思い上がるなよ。戦意低下。どの敵を放て。ピンチになると本当にどんどんピンチになるゲームですね。民のために。最初に どれだけ優位を持てるかで、これどうやって、これ道館抜いたらいいんだろう。それがわからん。さあ、これで終わりかな。援軍は全部片付けました。さあ、ここからですね。撤退するわ。エンタン軍2万2000。行くぞ。どうやってこれ抜くんだ。おっと、一体出てきた。これは逆にチャンス。進め。いいですね。策略やるほどじゃないな。待機。これぞ必勝の策略。あ、やってきた。やってきやがった、策略。しかし、道館攻撃します。手を貸してやる。おっと、1900出るか。なんとかまだなるかもしれない。前へ。加勢する。存分にやれ。どの手を使うか。連携、連射。あー、固い。硬いぞこの門。待て、これちょっと待って。これ道館塞いじゃって攻めてるんですけど、これもしかしたら塞いじゃったら出てこないから良くないとか、離れた方がいいかもわかんないですね。突撃やってみましょうか。1400。共に行こう。強いな、やっぱり呂布の先鋒攻撃は強いな。ここで全部使っちゃうか。ほら、出てきた出てきた出てきた。そうそう、出てきた。やってやるか。かけよ。これで出てきたやつはタコ殴りですよ。てか策略使える。これが良いか。いいぞ。
よし、劉玄徳、体型をもって戦局を変えん。戦車、手を貸してやる。4連か。2000食らわす。硬いな。そうそういたなんて知らなかった。加勢する。存分にやれ。どの手を使うか。エンタンどこにいるんだ。エンタンもどっかで連携してんだろう。さあこれで決まるかな。吸収、いやちょっと残るか。500ぐらい。2連、ここに行こう。硬えな。そうそう、さすがのあれですね、統率力。俺もまた急げ。さあ海遊、倒したかな。共に行こう。そうそう倒した。これであと1部隊6200。どこにいるんだ。硬い、同感硬い。任せろ。まだいいか。まだ698ある。敵兵は5000なんですけどね。とっとっと、エンタン出てきた。エンタン出てきた。ついに出てきた。見極めねば。これは好都合。進め。やっちゃいましょう。もう戦法ないですよ。ああ行け。共に行こう。柔らかいね、エンタン。よし、ああさあ連携連携。共に行こう。ああ素地が弱い。おっと一騎打ちだ。張飼と呂布か。これは見なくていいでしょう。飛ばします。いや長丁場ですねこの戦いも。戦意低下。てか壊滅しないんだ。首相じゃないと壊滅しない制度か。かけよ。要来行くぞ。入れ替わり立ち替わり蹴散らす。やっております。前進。ただ一振りかけよ。これはごっつぁんゴール決めたやつがもらえる。勲功もらえる。そういうシステム。敵を見定めねば。ちょっとこれ計算したいな。前進。これ海遊では倒せない。共に行こう。次のやつがごっつぁんゴール。もう決まってる。急げ。ちょっと待って、これは劉備に取らしたいから。ごっつぁんはやってやるか。ちょっと待ちですね。劉玄徳、さあ来た。みなで行こう。さあごっつぁん来ましたよ。でさっき天気曇りにしたのにもう晴れちゃってダメでしたね。劣化入りますよこれ。あ劣化入った。火をかけよ。あれ行かなかった。どうかかれ。あエンタンダイビング。文集か顔料かどっちか分かんなかったけどダイビングしちゃった。また一歩。なんてこったい。劉表巨著宗妃、大物ばかり捕らえましたね。劉表の忠誠低いですね。宗妃も低いですね。あれでもそんなに、あーまあ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 、劉表まあまあですね。宗妃もまあまあだけど、劉表はまあいいけど、あんまり相性も良くないか。宗妃は相性悪いし。うん。もう特技系はいらないですね。巨著のここら辺もあんまり、もういらない。まあまあまあ、一括投与。精一杯、お使いいたします。劉表ら2名。来ました。あと全解放でいいです。はい。感謝の念に耐えませぬ。宗妃だいぶグラ変わったな。はい、呂布が先行一番になりました。さすが呂布さんですね。で、張雲顔料、宗樹で、劉備こんなに低い。うん、土兵ってなんかそんなに高くなんないんですね。おお、素晴らしい。なぜだろう。手数が足りないのか。みな、共に励もうぞ。さあ、そして、公孫さんは洛陽を攻めてますが、取れなかった。うん、聞いてくれ。恐ろしいですね、この後。一案を申し上げまする。はい、ということでですね、河野まで来ました。次は洛陽を取りたいというところですね。なんとか兵数を整えまして、洛陽まで持ってきたい。まあ、その前に長安とか攻められたらどうしようという具合ですけども、なんとか公孫さんを攻めたいと
思います。こうなっているのです。はい。そして技能の方ですね。技能というよりこれこっちも結構上がってますからね。武力89ですよ。これブーストなし、知力82、結構ね成長しますね。成獣はブースト持ってます。魅力もプラス1持ってますね。100からその上なかなか上がらないですね。これもうちょいですけど、はい、確か120まで上げられますけどね。はい。で技能は車係が取れましたと。あとここ3つ、あと1234567、この7つがなかなか、この上3つは簡単だと思うんですよ。上3つと、まあ、補助軍略もまあ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 なんですけど、艦船とこれ落雷、爆戦落雷、この2つが残りますね。どうやってもこれを後でどう詰めていくか。下手に君主になっちゃったんで、これなかなか難しいところ。君主のまま行くのか、それともゲアしちゃうか。ゲアしちゃったらまあそこそこ簡単にできますね。君主のまま行くってのがなかなか難しいかもしれないですね。はい。ということで、次回は高村さんのところまで攻めまして、関羽張飛をお迎えしたいなというところでございます。言うて1234566年もありますけども、どうなるか。こうご期待でございます。またんご、またんごー。